正義、それは、多数決か？ではある。面白いとは正しい、ということだ。その結果、今の自身の作品群はあるわけだが。期待される結果はどこか、ともかく中身は数奇、そのロボットで世界を支配してしまう、という結構、乱暴な話もある。良い結果とは、民主主義、それは今かなり問題を抱えて現状がある。多数決の決定ではどんどん悪くなっていくだけだ。それに対して、正義、それは何か。民主主義に逆らっても？シューマイとは何か？がわからない人が描いたシューマイの絵は、シューマイを描いているのだろうか？個人的には違うもの、つまりそれは要求を満たしてない、という判断をした、が。そこで自身の独自解釈を提示する、それは？それはあなたの解釈でしかないのでは、しかしそれは各人、すべてに言えるかもしれない。白紙をただ置く。